初のポイントはここだね。シリカちゃん、何か見える？この後ここは外れか。他の場所にも行ってみましょう。ポイントですね。トレジャーハンターさんはと、そういえば私たちライバルさんの特徴を聞いていないのです。うん、少なくともここには誰もいませんね。あれ、誰かいたのか。まあいいか。噂の幽霊船はと、高い場所。おい、今のフィリアだわ。氷山の山頂に向かって飛んでる。追いかけろ。Yeah!
どこかでお会いしましたっけ。あなたもトレジャーハンター？な、覚えてなさい、あなたの永遠のライバル、このアメリア。絶対にあなたより先に幽霊星を見つけ出してみせるんだから。あ、これは依頼の。おう、ライバルってやっぱりフィリアのことだったんだな。ヤッホー、キリト。フィリア、ずいぶん探したぞ。よかった、このフィールドにいたの。フィリア、みんな集まってどうしたの？ん？ははん、さてはキリトたちも幽霊船の噂を聞きつけ。幽霊船？ログアウトの警告はあったけど、緊急メンテはいつまで経っても開始されないじゃん。それならもう少し遊んでよって思ったら、急にスバルトエリアの景観が変わり始めてびっくりしちゃった。何か新しい発見があるんじゃないかと思ったら、そしたらこの辺に幽霊船ってのが出現した。トレジャーハンター魂がうずくわ。キリト、どうする？なんだか、あ、これだけ楽しそうにされてると説明するのが何やら忍びない。何のこと？ユイちゃんが？だから俺たちが置かれているこの状況はそんな良好なものじゃないんだ。キリト、アスナ、ごめん。ううん、別にフィリアは。でもみんなはちゃんと異常事態だって気づけてたわけでしょ。それでキリトたちも残ると察して合流しようと努力してた。私、なん…いや、俺は逆に安心したよ。え？エセオにいた時のお前はずっと何かを疑ってばかりで、自分すら信じられないようなプレイヤーだった。そんなお前がこの状況を疑わず純粋に VRMMO を楽しめていたのは、この言い方は変かもしれないけど俺は嬉しい。キリト、うん、そうだね。でも知っちゃったからには、もうゆいちゃんを救うために、